さあ今その一戦のゴングが鳴りました。スペルクレイジー対日高一斗、4団体認定のジュニアヘビー級選手権試合であります。さあこの2人、元 ECW、 同じ釜の飯を食った男であります。2人の対戦は昨年の11月に行われております。この時はスペルクレイジーが勝利を収めております。さあ一体この2人のどんな顔が見られるのか。さあまずは静かな立ち上がりであります。スナップベアからスリーパー。さあ今日はこのスペルクレイジー慎重な立ち上がりであります。さあスピード、テクニック、そしてセンス、そのどれもが最高のレベルに到達している2人の戦いであります。まさに天才同士のトップガン対決。さあこのクレイジーは金沢さん、はい、まだね、左腕の甲が感知していないんですけれどもね。そうですね、棄権となりまして、まあ、ちょっと試合感の方も心配ですよね。うん、そうですね、本人ね、やっぱり試合に出たくてね、はい、あの怪我をした状態のまま出続けている間にやっぱりちょっと悪化してしまったわけですよね。そうですね、今日、まあ、試合前はねもう少しって言ってましたけどね。あ、そうですか。本人ねいつも大丈夫って言うんですが、もう少しってことはやっぱりちょっと不安があるんでしょうね。さあこれはサミュエル・グランドの攻防。さあしっかりと肩をつけてまいりました。さあこういったね流れがちなグランドの攻防もこうしっかりとねポイントを抑えてますよね。そうですね、さあ相手の肩をしっかりとつける、そういった基本技、この2人忠実であります。さあ日高もやや今日は慎重、緊張の面持ちであります。さあいつこの2人がテイクオフを開始するのか。さあ今度は手四つ力比べの体勢。さあ場内が一瞬水を打ったような静けさに包まれております。さあ今度は腕を取ったのは日高。さあバックに回ります。さあここからトリッキーな動きが見られるか。さあ逆に腕を取り返したクレイジー、スムーズであります。さあ今日はまあお互いね非常にこう慎重ですね。そうですね、これはいや素晴らしいですね。ついていきましたね、まあ、日高の上等手段ですけどもね、ぴったりついていきましたね。クレイジー日高が腕攻めから逃れようというところを、さあ影武者のようについていきました。そして今度はツルストッカー。さあとはこれは前方への黒股。さあここでさあエンジン全開であります。これも見事な日高の動き。そしてアブドロック。さあ目まぐるしいこの2人ならではの攻防。おっとここで、いや素晴らしいですね、はい、いや本当にあのお互いのこう意思を確認しているようなね、本当にあのまだ序盤の腕比べだよっていう感じがありますよね。まあなんか本当に懐まで行っちゃってる2人の気がしますね。うん、そうですね、本当にね最初にねお前今日どれぐらいいけるんだっていうのが確認してるような気がしますよね。さあそこからエンジンが徐々にかかってまいります。この2人、さあお互い手の内は知り尽くしております。まあとにかくこの2人の運動神経というのは凄まじいですよね。うん、本当素晴らしいですね、はい、日高選手もやっぱりね本当に日本を代表するこの運動神経の素晴らしさありますよね、本来でしたらもっとね大きな舞台で認められてもいい選手だと思うんですよね、さあ側転からのドロップキック。さあクレイジーが場外転落、うん、さあ先に飛ぶのは日高が、さあクレイジーが、さあここでちょっとペースを取り戻します。さあそれを追撃する日高。さあゆっくりとこの放送席の目の前、おっとスーパーキック。さあここはクレイジーが誘った。さあこれは何をするんだ。さあ当たらない。さあここでおっと日高ありてんだな。いや どこでも戦場になりますよね、この2人はね。今パワーボムに行こうというところ、ハリケーンなので切り返していきました日高。さあ先制場外乱戦。そうです、この2人はイースタイルの住人でもあります。さあこういったハードコアな展開も得意な2人。さあ今度は西側のカンパニークレイジーを飛ばしてやる。さあこれに見事にしました。さあ大加速。さあクレイジーがコント
まあ、この2人はリング内はもちろんこの場外でもね、はい、非常にこう見応えのある攻防をしますよね。そうですね、やはりこのスペルクレイジーがズラマックスリング上がってからこの E スタイルっていうのがね、はい、一つのムーブメントになりましたよね。そうですね、やっぱり彼は来るべきしてこのリングに来たという感じがしますよね。確かにね、それによって日高、はい、生き返った、そして藤田も出てきた、はい、田中将人もこうした、一つの流れを作りましたよ ね、 ねスペルクレイジーは、はい、ステルクレイジーという点が一つの線になっております。さあ今度は場外の壁に日高を叩きつけました。この辺りは一進一退。さあこの通路でもクレイジーには飛び技があります。さあこの通路の南側の上段付近、さあこれはちょっと待ってください。これスター通路ですよ。ありました。さあ何するんだ。怖いですね。さあこれは後ろに叩きつけようというのか。さあこれはなんとか日高が回避。いや今のが決まってたらもうどうなるかね。そうですね、前に行っても後ろに行っても怖いですよね。そして日高がうまくタイトロープのようにそのあたり、そしてここでもハリケーンだ。このねわずかな足場でね、はい、よくこういった飛び技を確保していきます。まあ、この辺りクレイジーに見えますけれども、そうですね、はい、やっぱりただ飛ぶだけじゃない、自分の着地点もしっかり計算してなきゃできないことですよね。まあ、そしてこの2人の対決にはなかなか今までと同じような展開がないですよね。そうですね、やっぱり常にね進化してますね。そうですね、やっぱり相手の動きが分かるだけに裏をかかなければいけないということでしょう、はい、さあちょっと場外戦が長くなっております。さあ日高が険しい表情で撤収。さあクレイジーが鉄柱へ直行。さあ場外からクレイジーへの声援が多く飛んでおります。さあ間もなくこの WWE に行こうというこのスペルクレイジー、このゼロワンマックスのベルトを持っていくことができるか。さあそれに対して未然に阻止するか。さあ日高がエプロンサイド何か狙っております。さあスプリングボードのミサイルキック。さあこれも的確であります。さあカバー体勢、これはカウント2。クレイジーまだ余力があります。さあちょっとクレイジーの動きが緩慢になってまいりました。逆水平、日高の逆水平2連発であります。さあクレイジーがちょっと正面場ですかね。そうですね、ここはうまく、さあローリングクラッチをガッチリ固めた。さあこの日高がすぐに、さあエスケープ、そして即戦して、なんだ、おっとこれはエレクトリックチェアか、おっと裏方が、おっと裏方返す、超高速の展開。いや読んでましたね今ね、日高のあの反り具合も素晴らしかったんですよね、はい、返しも早いですね。さあ始まりましたよ。さあ今度は、さあこれは日高のストレッチ技揺さぶってまいります。非常にユニークなメキシコ、めちゃめちゃ札幌スペルクレイジー、メキシコ、アメリカ、日本、世界の空を駆け抜けてまいりました。このスペルクレイジー釣り金固めですよね。そうですね、あんまりやる選手いませんけどね、昔ブルー中野が使ってましたけどね。さあ日高がたまらず場外へエスケープ。さあクレイジーが素早く場外へ、さあ降りておいて、さあ今度は椅子であります。さあ椅子を持ち出して、さあしかしここは日高が読んでいました。再生のトリノリティ、見事ですね。いい音がしましたね、本当に狙い通りの位置に映ってましたよね、はい。まあ、やはりこういった起点が効くところはやはりプロレスセンスなんでしょうね。そうですね、さあ本当にこの2人の攻防、予測不可能、そしてスピーディーでなかなか実況についていけません。さあ日高がクレイジーをリング内に入れました。さあ次は何があるか。さあ日高がちょっと腰を押さえるような仕草を見せました。さあ先ほどのクレイジーの釣り金固めが効いているか。さあ対角線に振ります。さあまた測定してのフライングキック。さあこれはちょっとガードの上か。さあそしてまた、さあ日高が行く。
さあ、おっと、またトリッキーな動き、レッグドロップ効果であります。そして、スムーサルト、さあ、電光石火のムーンサルト。さあ、あっという間に10分が経過してまいりました。まあ、この辺の動きがクレイジーにしかできない動きですよね。そうですね。まあ、10分見て、やっぱり運動量は日高の方がはるかに多いわけですよね。はい。さあ、クレイジーが、さあ、飛んでいくか。さあ、まずはキックで蹴散らしておいて、さあ、クレイジーがフライト開始だ。さあ、出ました、ラケプラーター。そして、この身のこなし。まさに天空のエストレージャーであります。ちょっとクレイジーね、溜めてたっていう感はありますよ ね、 ですね。日高そのスタミナの方が大丈夫かというね、はい、なるほど ね、 確かに相手より動くのもまた日高の持ち味なんですがね、はい、運動量ははるかに日高の方がここまで多いんですよね。さあ、ここで一気にエンジンをかけていったのはアスペルクレイジー。そうですね、10分経過を合図に何かこうクレイジーがね動き出しましたよね。そうですね、さあ、場外へのケプラートで一気に己のペースに手繰り寄せてまいりました、アスペルクレイジー。さあ、今度はローペ軽く切っておいてドスティック。さあ、日高場外転落か、おっと戻ってきた、フライングでキック。この辺り日高も負けていない。あ、しかし見ているとまさに互角という、本当に白昼したタイトルマッチですね。そうですね、さあ、本当に最後にいた2人、スプリングボードの、さあ、これは膝への膝ピック、ね、そして日高のショーキャプチャーか。さあ、一気にフィニッシュに行くか、ショーキャプチャー。おっと、しかしこれは日高が返す。さあ、そしてラマヒストラルガトラ、読まれてますね、読まれてますね、このタイミングで仕掛けたら、はい、完全に読まれてしまいますよね。そしてゲブラドラコーヒーロー。さあ、バックリカーに連発であります。さあ、これはうまく割り込んだ。さあ、日高のスモールパッケージ。さあ、日高のインサイドクレイドル、しかしながらこれもカウンター2であります。さあ、消耗戦となってきました、タイトルマッチ。さあ、フラおっと、フラカウンターでショーキャプチャー。さあ、ちょっと日高らしからぬね、まあ、ちょっと強引な感じでしたけれども、ね、そうですね、やっぱり日高にすればその、はい、アクションを見せてからだと読まれてしまう。なるほど、こういう相手の面食らった攻撃の方がいいのかもしれませんよね。そうですね、さあ、これはガッチリと決まっております。さあ、日高のフィニッシュウェーブ、ショーンキャプチャー。さあ、クレイジーがロープに手を伸ばす。ここでサードロープエスケープであります。さあ、このタイトルマッチ、勝負の行方全くわからなくなってきました。さあ、チャレンジャーの日高が非常に前線しております。さあ、ここで日高がミスティフィリップ。さあ、しかしこれは呼んでいます。さあ、クレイジーが捉えておいて、さあ、これはブレンバス、おっと、直下式。さあ、これは脳天を打った日高、飛びますね、飛びますね。さあ、今度はクレイジーが、さあ、トップロープからムーンサルトか、ムーンサルト、ここから自爆。さあ、一瞬無重力になったかのようなムーンサルトは自爆。そして日高のさあ、ピースフィリップ、これは決まった。さあ、これは決まった。最後は日高のミスティフィリップ一戦、日高一方、大田バッシュ、大統領移動であります。